このプラットフォームは地域課題の解決やイノベーションの創出を目的に2021年に発足した組織で、県内の産学官から合わせて63の機関が参加しています。大分市内で今日開かれた総会では、今年度に取り組む事業案が承認されました。今年度は半導体関連企業を対象に、就労と教育の好循環で地域活性化を目指すリカレント教育の導入に向けた準備を進めます。新たなリカレント教育、大変重要でございます。その中において国の方針であるデジタル化、こういうあたりしっかり力を入れていきたいと。プラットフォームの今年度の事業規模は6500万円余りで、発足から3年で 1.6 倍に拡大しています。